ピンチがチャンス、ジェジェチャンネルです。もう俺もやめよう思っとったけれどもね、やる気が出てきたということの第2弾なんですけれども、相当皆さんこの事件に興味があるみたいですね。コメントもたくさんいただいております。で、あの誹謗中傷のコメントが減りましたね。やっぱり斜め45度から変態マスクが考察してるんやでとね、いうことをバシッとこう言うとですね、あ、そうかと、斜め45度かと、変態が言うてんねやったら、まあ、これ相手にせんとこういうことで、正義感あふれる人からの誹謗中傷が減ったのかなと思うんですけれども、よっしゃ、ほんなら今日はですね、これにしましょうか。本気でやりましょうか。本気でこの事件考察してみましょうか。ね。いろんなことが、僕もこれね、ネットで出てるけれども、はっきり言うて、ボンクラが多いね、このあの、コメント出してる人ね。僕はいろんなYouTube 見ますよ、YouTuber やからね。やっぱり、ね、こないして、配信する前に、ね、やっぱ調べるやんか、この事件のことについてね。で、僕はどっちか言うたらね、自分が興味のある事件で、裏側があるんやないかという事件を徹底的に上げていくタイプなんですよ。だから、まず僕のチャンネル自体ではですね、安倍さんの山上の事件ね、興味のある人は見てください。これ真相ついてますからね。だけども、あまりですね、今あの事件も特に安倍さんの事件そうかな、あんまりこの本当のことを言うとですね、バンされるんですよ。で、このチャンネル何回もバンされてますし、この間、ついこの間もそうですよね、1週間か10日間ほど動画上げたらあかんと最終警告出てですね、僕もじっとしとった時期あるんでね、非常に気を使って今動画上げてます。で、この松本の、人志くんのですね、事件についてもですね、実は前回の動画もですね、あの内容でですよ、実は、限定付きなんですよ。限定付きの動画になってるんですね。だからどの辺が限定付きになってるのかなと思ったら、おそらく僕途中で、東藩と日藩の話をして、日藩がもともと GHQ の話したじゃないですか。GHQ が作って、いわゆる文藝春秋の親会社っていうのは、あっち系の流れがあるんですよと、ね。イルミネーションの流れがあるんですよと、もうね。まあ、またあんまり言うたら、限定付きになるからね、あれなんですけど、それが多分引っかかったんかなと思うんでね。ちょっと気をつけて話しますけれども、皆さん、聞いてもらいながら想像し、ちょっと何を言い、この赤マスクが言おうとしてるのかっていうこともね、考えながらね、ちょっとこう寝ながらふらふら聞かんといいか真剣に聞いてほしいんですけれども、ちょっと真剣に、この事件考察しましょうか。ね。で、前回の流れと、ほぼほぼ変わらないんですけれども、大きな記事が出ましたよね。要は、松本側がコメントを出ましたよね。ついに出たかっていう、LINE です。ね。小沢がですね、撮ったスクショが、週刊女性が出しました。で、これによってですね、松本大逆転かというね、ことが今これネットでかなり囁かれている。ね。こういうことの中で、そやないんやでと、ね。この事件はこういうふうに落ち着くんやでっていうところを、これもちろん考察ですよ。この考察ね、非常に面白いんですよ。事件の考察っていうのは、普通は、未解決事件であったりですね、この事件に、もう解決してるけど闇があるんやないかとか、犯人逮捕されたけどどうやないかっていうことで、結局考察しても答え合わせができないのが多いじゃないですか。だけど僕はなんでこれ松本事件を今一生懸命考察しようとしてるかというと、これは答えが出るんですよ。この事件は。ね。そしたら、この JJ が言っていたことが、当たってるやんか、当たってないやんか、この考察は、この考え方はということで、評価ができるんですよ。だから、バシーッと外れてたとしたら、ね、どうなるかというと、あ、やっぱり赤マスクの言ってることは、斜め45度から考えてても、真正面から見なあかんなと、こういうことになってくるわけですよ。ところがですね、外れないんですよ。やっぱり事件っていうのは、誰が得をして誰が損をするのかという見方もありますけれども、この事件ですね、もう今回の女性、週刊女性か、週刊女性プライムが出した、LINE のやりとり、ね、小沢がスクショを撮って、芸人仲間にこんなことが言われている、ね、僕も松本さんもコメントせえへんけれども、実は、被害女性から来た LINE の下りがこんなことあるから、みんな安心してくれよという意味で、小沢が出した LINE、ね、
あの流れを見てみる、ね、流れを見ていくと、この事件ですね、真相がもう見えてしまったんですよ。これ事件の考察からいくと、あんな、いわゆる証拠品が出てきたらですね、この事件こうやなかったんかっていうことがもう見えてしまうんですよ。ということで今日は、前回の大きな流れ、松本引退という流れは変わりません。あれが出ても松本引退という流れは変わらないんですけれども、非常にですね、一つのラインが出ることによって、面白いって言ったら、まあ、面白いでいいかな。まっちゃんお笑い芸人やから。面白いということで、ちょっと今日は長くなるかもわからへんよ、この動画ね。みんな我慢して聞いてね。で、もう一つですね、この動画を最近見始めた方、僕の姉はですね、松竹芸能で漫才師やったんですよ。ね。で、僕自身は、めっちゃ遊んでました。ね。で、すごい遊んでました。で、これもう、あんまり言いたくないんですけれども、僕大阪でもそこそこ有名やったんですよ。でも今も落ちぶれてますよ、もちろんね。かっぱえびせん朝、食べるの、買われへんから、これ食べんと明日食べようとかね、そんなふうに落ちぶれてる人間ですよ。ね。ほんで、要するに、コロナでロックダウンになってる時に YouTube を1年半前に始めたというね、ただのほんまに、ドライしようもない親父なんですけれども、遊んでる時はね、とんでもない遊び方をしてました。で、この事件ね、僕の体験と被るとこあるんですよ。で、この女の子の立場から見たコメントもせえというね、考察もせえというね、こともいただいてるので、女性の立場から見たコメントも入れながら、そして松本の立場、スポンサーの立場を入れながら、この事件って、この LINE でこういうことっていうのが見えたでっていうことをね、ズバリお話ししたいなと思います。はい。何ですか？また今日も前振り長いな。ね。お前最近前振り長いやないかっていうふうに言われますけれども、昔はですね、時間を気にしても喋ってたんですよ。ね。だからやっぱり時間を気にして喋ると早口になって、故障間違ったり、いろんな間違いが起こるので、ね、もう最近ね、で、YouTube 稼げないんですよ、全然。全然稼げないし、もうこれも自分が好きなことをね、好きなネタを、動画で配信しよういうことでね、もうあまり気にしなくなったんですよ。で、2倍速でも3倍速でも4倍速でもいいからね、最後まで聞いて、僕の話ってあっち向いて、こっち向いて、ほいするからね、どのように聞いてもらってええけど、僕も結構早口やから、これ2倍速で聞いたら何言ってるか分からへんようになるかも分からへんけどね、いうことで、言います。まず今日の考察ですけれども、この LINE を見ながら考察していきますけれども、一つ言えることはですね、これね、間違いないですよ。松本、ね。これ松本の手のひらで踊ってる事件に変わりますよ。どういうことかというとですね、松本はもうね、芸能界に未練がない。昨日も言ったように、これはもう間違いないんですよ。いつ潮時にするかなっていうことを考えてた人間であることは間違いないんです。そしてもう一つ言えることは、松本も、たけしも、しんすけも、これぐらいの人間になってくると、普通の人間ではもうないんですよ。普通、宇宙人かっていう話になってくるんですけれども、何が言いたいかというと、松本は引退する覚悟です。そして、この事件を松本はお笑いに変えようとしてると思う。笑いに変えたれと、笑いに変えて、そして俺引退したれというような腹積もりで、全然焦ってないわ。全然焦ってないわ、松本。これね、この事件、どないしたら笑いに変えて引退できるかなっていうことを、脚本家として、映画監督として、また天才のお笑い芸人として、いろいろ考えながらこの事件見てるよ。だってなんでか言ったらね、松本は、この事件の張本人やから、すべての真実を知ってるんですよ、松本は。真実を知ってる中でのこの長い沈黙。なぜこの長い沈黙をしているのか。そして、つぶやきね、ついに出たかっていうね、この小沢のスクショ、ね、被害女性とのやりとりのスクショを、わざわざ X で添付して、一言、ついに出たか、はは、みたいな、ね、つぶやきをなぜしているのかというとですね、この流れの中から間違いなく言えるのは、常人では考えられない。松本はこの事件楽しんでるよ。間違いなく楽しんでるよ。あいつ俺と似てるとこあるんよ。僕も困った時ね、これ本当の話ですよ。なんか困ったことがあったり、トラブルがあったりした時に、人ってものすごく悩むじゃないですか。落ち込むじゃないですか。僕違うんですよ。
楽しむタイプなんですよ。なんか事件があって、例えば昔ヤクザに追い込みかけられたりとかね、僕のもともとね、経験っていうのはね、もうほんまに悲惨な経験若い時してるんですよ。親父が事業で失敗してヤクザに追いかけられてね、弾きで追いかけられたことがあるんですよ、僕若い時、10代の時にね。で、そんな経験しながらですね、楽しんでたんですよ。ね。ヤクザに追っかけられた時もね、このヤクザどないしてね、後で仕返ししたろうかなとかね、今こんなんなってるけど、俺も若造やけど、金もないけどね、このおっさんいつね、ぶっ倒したろうかとかね、そんな作戦立てながら僕ずっと対応してきたりしてる人間なんですよ、ね、で松本の気持ちがよくわかるんですよ。松本これ楽しんでる、お笑い芸人としてこれを笑いに変えたろうとしてます。で今ねこれもう最後に言った方がええかな、このフレーズ、最後に言おうか、動画最後まで見てほしいからね。ということでまずね、まず昨日も言ったようにテレビ局ね、そしてスポンサーが考えてることっていうのは、まずテレビ局が考えてることはどういうことかというとですね、もちろんスポンサーに忖度しているということはあるんですけれども、ジャニーズの問題があったじゃないですか。このジャニーズの問題があったので、超この性加害の問題に関してはデリケートになっているということが一つです。そして松本の問題は世界のメディアが取り上げられたで、取り上げているということで、当然世界にこの大手企業、松本ぐらいのクラスの人間を億単位の、いわゆる出演料、契約料を払って、使用している CM のスポンサーなんかはですね、当然、世界に進出していますから、これは松本を起用することによって、そんな性加害をする人間の肩を持ってる、応援しているというふうに取られるんですよ。そういうタレントを起用していると。ということで、スポンサーは自粛している。ということなんですよ。ね。だからこれ、松本の事件が真実であるか真実でないかということは、ここら辺もあんまり関係ないんですよ。もう今すぐの金のことを考えているので、とりあえず自粛をしようということなんですね。で、松本は、特にほら、大阪万博のアンバサダー。まあ、アンバサダーって何か言うたら、大使ですわ。要するに宣伝大使ということなんですよ。アンバサダーの意味はね。外国行ったらほら、アンバサダーなんとかって、こう大使館全部貼ってるじゃないですか。あれをやってるんですよ。ということは、世界に向けて、この、万博の宣伝をしますよということになってるから、その宣伝をする人が加害者ということであれば、これは問題やると。これは当然問題ですわ。この事件そのものが起こること自体が問題なんですよ。これが真実であるとか真実でないということは関係ないんです。スポンサーにとってもテレビ局にとっても、このジャニーズ問題の後、それで今時代が変わろうとしていますよね。つまり松本は今何と戦ってるかというと、この性加害事件と戦ってるんじゃないですよ。この時代がジャニーズで変わりましたよね。で、またどんどん新しい時代変わっていこうとしているので、昭和の芸人ですよね、松本っていうのは。ガンガン女をいけるタレント、出待ちのタレント、もうみんなロックバンドでも何でもそうじゃないですか。ライブやってるの、みんな矢沢永吉も昔の人気はみんな言うてるんですよ。女行くために音楽やってんねん、こんな当たり前なんですよ。芸人もそうなんですよね。でもそれが通用しない時代になってきた。セクハラだのパワハラだの、ここベトナムね、ない、そんなん全くない、すごく気軽な国だから大好きです、僕ね。そんな国になって非常にタレントもやりにくくなった。テレビもね、テレビでも何ですか、昔の言うたらドリフとかですね、昔の、さんまとかたけしとか出てた、あれ何やったかな、面白い、もうドリフを潰してしまった番組。またちょっと番組忘れたら、僕がどの番組のことを言うてるか分かってますよね。さんまとかたけしとかみんな出ておったやつね。あれも全部今なんかもう放映できないじゃないですか。時代が変わったんですよ。ね。そういった中で松本は何と戦ってるか言ったら、時代と戦ってるんですよ。そして松本ぐらいの人間になってること、こう思ってるんですよ。この事件な、これなんとか笑いに変えられへんやろか、っていうことを考えてるんですよ。で、過去のコメントで松本はいつでも俺はね、そんな文春から追っかけられたら、はい、全部そうですって認めたら何も書かれへんやろって認めるって潔いことを言ってた。ね。だけれども、今、それをしてないのはなんでかって言ったらそこなんですよ。松本はそんなことは別にへっちゃらでやれる人間なんですよ。はい、全部そうですよ、俺芸能界いつも辞めますよと、そんな玉ですわ松本言うたらね。もうあんだけ稼いでるからね。それを今つぶやいてるね、2回つぶやいた。そして今回のつぶやきもわざわざ出回ってるスクショを出してついに出たかと、これやってるわけですわ。ということは松本はただでは引退せえへんでと、どっかで笑いに変えて引退したるでと。そしてこの告発した女性に対して
小沢も松本もめちゃくちゃ思いやりを持ってるよということがこの LINE から、見て取れるんですよね。あの小沢にしても松本にしてもね、例えば芸能界に残ろうとか汚い人間やったらどんなコメントを出すか言ったら、一切そんなことをやってへんとかね、それとか周りの手を使ってですね、こんなことを告発する女性は金目当てやとか、そんなことをやろうと思ったら、そんなことを、彼は900万人以上いてるインフルエンサーやからね、松本はフォロワーがいてるね、そんなことをね一言言ったら、そういうのはネット上で対抗できるんですよ。そういう発言をしたら一切してないということはね、その女性に十分に配慮して、その女性に、まあ、そういうことも自分ら悪いことやってきたから、気を使わなあかんなっていうね、ところもあるんですよ。ね。だから、僕はどっちか言うたらですね、これ最後に、あの、松本が引退するっていう流れはね、これ変わらないと思いますよ。昨日話したように、しんすけとかとみんな話してると思うから、どうせ辞めんねやったらしんすけも思ってると思うよ。しんすけの辞め方っていうのは、しんすけ自身もね、自分で今後悔してると思うわ。全然笑いに変えてないなと。なんか真剣にあれしただけで笑いがなかったな、お笑いタレントとして言ってね。で、しんすけが芸能界でもう漫才やめようと思ったのは、ダウンタウンが登場してダウンタウンを見た時に、あ、もう語れへんな、時代は変わったな、思って新助辞めてるんですよ。ね。で、松本に対して新助がアドバイスするとしたら、まっちゃんもういつ辞めても構わへんやんか、言ってね。今、第三メディアもあるし、いつも俺ら復活できるやんか。もうその通りですよ。人間ってのは時間が経ったらそのこと忘れるわけやからね。で、松本にアドバイスしてると思うわ。俺、今回のこと思ったら、まっちゃん、これ笑いに変えろや、言ってね。これ笑いに変えたら、この時代と戦って、松本、お前の勝ちやないか。ほんで、潔を引退せや、みたいな話してるんちゃうかなと思うんですよ。ね。で、そこでですね、まあ、スポンサーの話とか、この裏側の話っていうのは昨日したからね、気になる方はね、今日の話で、僕の話が分からへんしたら、昨日の動画を見てください。これ、つながってるからね。で、今日皆さんに言っといた方がええなと思うのは、またこのね、この、LINE が、小沢とのやりとりが本物か偽物かいうことなんですけど、これ間違いなく本物です。ね。偽物ではありません。なぜ本物と言えるかというとですね、これは松本のツイッターに出てきたかって松本が呟いたということは、松本はこのやりとりのことを知っていたということなんですよ。本物であるということを。だから、これは本物であるということは、考察をしている僕から見ても間違いなく本物であるということなんですね。じゃあ、これを出した週刊女性ってどんな会社か言うたらですね、主婦と生活者という会社が出している出版なんですよ。で、これ週刊誌でもですね、昨日言った、週刊現代とか、週刊ポストとかね、週刊新潮とか、文春とか、そういう雑誌以外にですね、女性をターゲットにした女性セブンであったり、女性自身であったり、その中の一つがこの週刊女性なんですよ。で、週刊女性はですね、13万部ぐらいの、発行部数ですわ。ね。ほんで1位がやっぱり女性セブンですね。女性セブンは小学館です。ね。で、小学館が出してる。ね、僕よう読んでましたけど、ムーも小学館なんですけど、やっぱ小学館が今37万部ぐらいで1位で、で、この週刊女性ってのはちょっと下の方やね、13万部。で、これでわかるでしょ ?13 万部ですよ。これ今からね、15年ぐらい前はね、やっぱりね、40万部ぐらい売ってるんですよ。週刊、女性。今回のこの祝賞を出した会社もね。今13万部なってるよ。ね。だからものすごくしんどいんですよ。もう、発行部数が3分の1、これデジタル化の波にみんな押されてしんどいんですよ。だからなんかスクープ出さなあかんと思って必死でやってるんですよ。で、この週刊女性もですね、スクープいっぱい出してるんですけれども、ようこけてます、誤報を出して。ね。有名な記事で言ったら、まこさんの発端になった記事は、この週刊女性ですわね。小倉圭さんがな、のことに関してね。それとか、いろんなこれ、誤報の記事も出してますわ。ね。で、この会社が出してます。ね。で、じゃあ、この週刊女性と文春の戦いになるか言ったら、これは戦いにはこれならないですよ。週刊女性売り上げ78億ぐらいで、従業員も100人ぐらいしかいれへん会社だから、昨日言うた文春とはもうこれ歯が立たないんですよね。で、おそらく週刊女性は、第2弾、第3弾はあんまりええの出てけへん。ただ、文春に関しては、この LINE のことはもちろん知ってたと思う。
ね、あのこの LINE があの出てきてですね、 LINE の会社の中でね書いた作文記事を書いたねこの記者が追い詰められてるということはないと思うわ。そんなヘマはせえへんわ、文春はね。こんなことは出るのは知ってる。だけど第2弾があるやん、第3弾があるやん、こんなもん関係ないやんっていうような感じですわね。というのはですね、この事件そのものがもう8年前で悪魔の証明なんですよね。だから文春としてもで、ね、これが実際にあったかなかったかっていう戦いしたって裁判にもなれへんっていうことはねよくわかってるんですよ。ということでちょっと法律的な話もしておきましょうかね。調べました、これ事件、法律的にどうなるのかというとですね、完全にもこれ時効案件ですわ。時効案件というのは、松本はの被害女性も性行為があったということは、性行為っていうのは挿入したかしてないか、つまり強姦罪が成り立つか成り立たないかというと性行為はなかったんですよね。ということはですね、これ完全に強制わいせつ罪にしか、当たらないんですよ。この松本のやったことっていうのは罪に問われるとしたら。で、強制わいせつ罪としては、これは成立します。完全に成立するんですけど、強制わいせつ罪っていうのは時効が7年やから、これ8年前の事件やから、これでも罪に問えないと。で、強姦罪も罪に問えませんよね。これ強姦罪じゃないから挿入してないから。ね。ということで、現在の法律では、最近やったらこれは、法律も変わっていってるからね。13年に伸びたりしてますからね。んで、新しく、不同意性交遊とかっていう新しい法律ができたりしてるから、ガッチャンされる可能性あるけど、これが事件が8年前やから、まっちゃんは強姦罪にも問われへんし、強制わいせつ罪も時効になってるから、裁判で争ったところで、これはもう罪にならないんですよ。っていうことが分かっているから、女性も弁護士に続いて、これは無理やで、戦って無理やでっていうのを分かってるから、これごめんなさいね、女性の皆さんね。文春に打ったんですよ。で、立て付けとしては女性は、ジャニーズの、性加害に刺激を受けて告発しましたということなんですけれども、これちょっと無理があるよね。いくらなんでもこれね。これなんで無理があるかっていうのは女性の方聞いてて、怒らんとってね、後で女性の立場としての考え方も言うからね。だけどちょっと無理があるんよ。これ、この LINE の、やり取りを見て、そしてこの8年前に今更っていうことを考えたときに、これはちょっと無理があるんよ。なんで無理があるかっていうのは、これ話の流れで後ほどお話していくね。というようなことで、そしたらあれをいきましょうか。このスクショを見ながら話していきましょうかね。これどんなことがこのスクショで読み取れるかっていうところを見ていきましょう。まずですね、ちょっとメガネかけますね。これメガネの上からメガネをかけるというね、不思議な行動をしますけど、僕ねこれ今ちょっと本当目が悪いんですよね。で、まずですね、ここまでは出てましたよね、文春の記事でね。部屋は一番上から行きますよね。部屋は1502、15階の奥の部屋を取ってくれたそうです、いうところ小沢が出したわけですわね。これ緑が小沢ですよ。で、その次ね、わかりました、顔文字ありがとうございます、よろしくお願いします、これが A 子さんですわね。で、その次にね、その後が16時3分かな。で、そこから時間が空くでしょう。22時23分までね。小沢が言うんですよ。今どんな感じですか、大丈夫、無理すんなよ、言ってね。で、このね、携帯電話を、これもう昨日の動画聞いてる人ね、聞いてると思って僕話するよ。携帯電話を押収されたんですよ。ね。松本さん携帯電話気にするし、一応預かっとくわ、言うてパーティーがあったということなんですね。そうしたら携帯電話預かってんのに、小沢が今どんな感じですか、大丈夫、無理すんなよ、なんてメールを出すことは、これはアリバイ工作やと、後から何か問題があった時にこの話気遣ってるやないかっていうことを出して、アリバイ工作したんやないかと自分の保身のためにというね、ことを言われていますけれども、なんか変な絵やね、メガネの上からメガネね。ということなんですけれども、僕は違うと思うわ。これね、この LINE ね、今どんな感じですか、大丈夫、無理すんなよと、この3行はね、もう携帯電話が彼女に戻っていることを小沢は戻してるね、この段階で携帯を。間違いなく戻してるね。というのはなんでこう言えるかというと、そこまで現場で携帯を押収していて、アリバイ工作までしようというようなことを考えてなかったと思う。もう普通にもう携帯も返してるし、松本と二人っきりになってるし、小沢はこれ気遣ったメールやと思うわ。
ね、俺松本先輩紹介してもう二人きりになってるけど今どんな感じなんっていうメディアはこれ実際これ文章を読んだら、ほんで今どんな感じ、大丈夫って気遣ってるわ。で無理すんなよという言葉ここなんですよ。無理すんなよということはそういうことやわね。無理して別に最後までやらんでええでっていうようなことちゃうんかな、これ言わんとしてることは。だからこれはアリバイ工作ではないということなんですよ。で、もう一つ言えるのは、この LINE を松本も自分のツイッターで出したということは、このパーティーがあったということ自体は認めている。ということは、吉本興業が事実無根であったということは、これはもう崩れるわね、完全に吉本ね。だけど吉本としてはあの段階でね、事実無根であったって言わざるを得ないよね。これスポンサーとの問題があって、違約金の問題があるから。ね、吉本が、事実無根であったということを言えたから、まだなんとか年末年始ね、これスポンサーから、こう、賠償にならんと、未だに至ってるということですよね。だから、吉本としては金の問題、企業としての、いわゆるその判断ですよ。間違ってなかったと思うけれども、今言われているこの今どんな感じですか、大丈夫、無理すんなよという部分に関してはアリバイ工作では絶対ありません。これはですね、本物の LINE だとしたらですね、もう携帯は彼女に戻っています。戻っていることを知っていて小沢はこれ出してますね、間違いなく出してますね。でもですね、これに対して返信が来てるのがね、時間がはっきりしてませんけど、20分になってますから、おそらくこれ0時20分じゃないかな、返信したのね。ここなんですよ、文章ね。小沢さん、今日は幻みたいに、貴重な会をありがとうございました。会えて嬉しかったです。松本さんも本当に、本当に素敵で、ね、一緒にいたディレクター、放送作家の方も最後までとても優しくて、小沢さんからいただけたご縁に感謝します、言ってめちゃくちゃ喜んでるね、感謝メール送ってるんですよね。で、もうみんなそれぞれ帰宅しました。ありがとうございました。ここなんですよ。最後の文章。もうみんなそれぞれ帰宅しました。ありがとうございました。ということなんですね。ということはどういうことかというと、小沢はそれ以外の女の子たちが帰宅したこともこれ知らなかったということになるわけですよね。うん。ね、これね、こっから、この文章から読み取ると、こういうことなんですよ。この女の子はめちゃくちゃ、一番初めの15階の部屋にっていう時に分かりましたって顔を出してありがとうございますよろしくお願いしますって生き生きと本当に頼もう会えるのが嬉しくて言ってるっていうのはこの LINE から読み取れますよね。で最後もめっちゃ楽しかったっていうふうに読み取れますよね。でここでね、こんなことをね、言ってる人いてますよね。このメールはそんなえぐいことがあった後に芸能界から干されるのが嫌やからこのようなメールを出したんやと。で女性もこの時動揺してたから一応お礼のメールを出したかなあかんから出したんやという考え方がありますね、考え方がありますというかそんな風に言うてる人もいてますけれども、違いますね、これは僕のテレパシーで感じます斜め45度の、この LINE はですねほんまにそう思って書いてるね、うん、書いてるね。でただですねそう思ってほんまにこの時書いてるのは女性の心理としてはえらいあちゃちゃーなことしてしもたと、嫌やけどあちゃちゃなことをしてしもたけども自分自身を正当化するためにこういうようなメールを出してるということもあり得るんですよ。これは僕の経験からあるんですよ。僕ね過去に女の子がすごくね僕によくしてくれた女の子がいたんですよ。ある飲食店に行ってね、でその子がすごくよくしてくれたから彼女も僕のことが好きなんかなと思って結構追い出してた時期があるんですけれども、数日後にその店に行ったらですねそこの店長から出禁を食らったんですよ。でなんで出禁を食らったかというと女の子がすごくねあなたからされたことに対して屈辱的なことを言ってずっと泣いてるって言うんですね。だから女の子ってその時にこんなようなことで、相手側に対応していても実はすごく傷ついているということがあるということを僕は経験しています。だからこのメールを見る限り、どちらかというとこれはもう50点なんですよ。本当にこう思って出したのか、自分自身を、要するに守るために出したのか、でも本当は傷ついていたという背景があります。ただし、もしも100歩譲って、その時にこうやって傷ついていたとしても、ですよ。これは言えるんですよ。いたとしてもね、皆さん自分の、これメガネはもういらんか。皆さんね、自分のことやったらどう思います？これね、
昨日おとついのことでね、やっぱりあないしてほんまメールしたんやけども、やっぱり私はもう傷ついたと、もうこれはやっぱりね、私としては許されへんことやねんと、あんなことされてという事実に対して、これほんまにキンキンのことで言われたんやったらほんまかー言うて、そら大変なことしたなって謝罪せなあかんなみたいな話になるけれども、8年前よ、これ自分の問題として考えてみて、おい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 、8年前にこんなメールも出しとって、8年間黙っとって、8年後にね、実は辛かってんと、ジャニーズを見て刺激されたから私も告発してんって、今更そら辛いって言われても、あ、そうなんとしか言いようないやん、これはっきり言うてね。そこなんですよ、8年前はもう事件としても時効やろと、これ法律的に。もうこんなことは松本も知ってると思うわ。もうパッパッと調べて弁護士にパッパッと相談したら、もうそれはもう時効案件やわとね、今日強姦罪も成り立たへんわ、やってへんねんから言うてね。でしかもこれ悪魔の証明に近い話やからね、証拠、物的証拠とかそんなんとかね、もうこんなんしてね、はっきり言ってバンバンバンと続いて無理やりガーやってね、もうそういう証拠があんねやったら別やけども、はっきり言って僕も前も言ったけど、松本ってそこまでやる人間やないんよ、ね、で、はっきり言ってめちゃくちゃ人気があったから、そこまでせんでもなんぼでも女なんていける、こんな言葉使ってごめんね、分かりやすく説明してるよ、なんぼでも女なんていけるんよ、強姦なんかせんでもね。そやけどもやっぱり芸能界でトップにいてるから天狗になってる部分はあったんやろね、うん、で僕はこのメールを読み取る限り、まず、僕の考察すると、この小沢はもう携帯は戻してるとこで本当に気遣って出した、これは LINE やと思う、小沢にしてみたらね。で女の子はこれを、出したメールはこれ55時やと思うね。その時はほんまに、嫌やったけれども、こないして返しとかなあかん。自分も、そんなことをやってしまったけど、やっぱりこうやって出しとこう。だけども、っていう気持ちはあったと思うね。それかほんまにこう思ってたかどっちかやね。だけど、答えを言うと、これが8年前の話やから、おいおい、8年前の話を今更言っても、ということに、僕は着地していると思うんですよ。で、もう一回戻しますけれども、話を戻しますけれども、昨日の流れの、は変わりません。松本はこれも引退覚悟してます。で、引退します。というのは、これね、もうね、今の時代ですよ。これ松本は今時代と戦ってるんですよ。今の時代、もうこのようなことが表に出てきて、そしてもうテレビもスポンサー離れが始まった。で、スポンサーとしては、これもデジタルタトゥーとしても松本は残ってしまったわけですよ、これ。ね。で、海外で報道されたということで、もう松本のブランド価値は落ちてしまったわけですよ。ね。そうすると、天秤にかけたら、やっぱりもうこれちょっともう松本とこうなってるわけですよね。で、世界に進出してる企業としたらね。で、松本なんかもこんなこと100も承知やし、答えを言うよ。ね。松本は芸能界引退する。もう、すがすがしい気持ちで引退しようと思ってると思うね。いや、もう引退する理由が出てきて、逆に僕みたいに喜んでるかもわからへん、松本はね。まあ、小沢はどうかな。だけど、小沢も宮坂の例があるよね。宮坂も、あないして吉本バーン辞めたけれども、バーンまたブレイクしてるやんか。ね。で、またテレビも戻ってきてるやんか。ね。だから、いろんなもう事例があるのよ。ほんで、今、第三メディアもあって、スマップもそうやわね。ジャニーズにいてて、スマップ3人出たけれども、ジャニーズにいてる時よりも出てからの方が彼らは稼いでるよね。お金の部分ね。だって、もっと言うならば、もっとエグかったのは、田代正史ね。パンチラ取ったりして、シャブで捕まったり、何回も捕まってる。田代正史なんか大復活してるやんか。ね。裏側でもうスターやんか。神様扱いになってるやん、田代正史っていうのはね。この話で時代が変わってるから、裏側で何ぼでも活躍できるんですよ。で、松本ぐらいの人間になってきたら、これを笑いに変えたろうと思ってることは間違いない。どないして笑いに変えたろうかなっていうのがこのつぶやきで、ね。ここで、まっちゃんが言うてるのが、なんとか、ついに出てきたかなんか、そんな、コメント出してますやんか。これはね、まっちゃんはね、これが、この LINE がね、出てくることを心待ちにしとったんよ。ね。で、これが出てきて、まっちゃんはどう思ったかというと、ね、松本批判をしている人たち、ブワー批判してるアホと思ったじゃないですか。ね。こんなもん昔の昭和のタレントからしたらね、こんなもん芸人の芸の子やしや、いう話でさ、僕から言わせたらね。ね。で、しかも真実分かれへん間にね、古舘伊知郎とかめちゃくちゃ言っとったやんか。ね。
で、まっちゃんこう出てきてね、ほら見てみ、俺を批判していたやつね、真実は俺しか知らんねんとね、俺ははっきり言っていろんな悪さしてきたけれども、ね、この週刊誌に書かれてるようなこと、ここまでせえへんやろ、してへんわってね、まっちゃんが一番よう分かってるんですよ。やってないから。絶対やってないから、まっちゃんはそんなこと、強姦まがいなことは絶対やってないから。ただ、ね、俺の子を生まれへん、産んでくれとか、生まれへんのかっていうことはね、これはね、言ったかもわからへん。でもね、これね、よう考えて、ね、俺もね、これごめんね、もう女性ファン減るかもわからへん。飲んでる時ね、酔っ払ってね、おい、俺の子を産んでくれよ、内緒でとか、こんな冗談なんぼでも言うよ、はっきり言うて。ね、これ冗談の息ちゃう、俺の子供産んでって。まっちゃんのあのキャラクターがね、言い方しとっちゃう。真剣に裸になってね、おい、これは俺の子供産まれへんのかって言うてんのとね、冗談で酔っ払ってね、その女の子にね、リップサービスあったかもわからへん。あなた別品じゃなかったしな、俺の子産まれへんか。これ冗談でいけるんちゃうの？いけるんちゃうの？ね。ね、これお笑い芸人やからね。ということで、僕はこれまっちゃんをお笑いに変える、ね、変えようとしてると思うよ、絶対ね。で、どんな風にお笑いに変えるか言ったら、僕はこんな風に変えようと思ってるんちゃうから、俺考察するわ、お笑いもね。この事件ずっとこう行くやんか。もうすぐ決着するわ、この事件。そんな時間かかれへんわね。もう文春も次な、出してくると思うよ。何段出してくると思うよ。でも、この間言ったように、次の全然違う方向出してるんちゃうかな。松本だけではなかった、今だもん、みたいな記事になるんちゃうかな。これ次出てきたらおもろいよね。ね、うん、ほんでまっちゃんは、ね、僕のギャグとしてはね、なんかな、ぬいぐるみかなんか着ぐるみ着てやるんちゃうかな。着ぐるみ着てワン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 、俺の子供生まれへんのかみたいなね、なんか知らんけど、これギャグに変えるような気がするな。このフレーズ生きてくるなと思いますね。ほら今日もようけ喋ってるねっていうことなんですけれども、今日最後まとめとくね。まっちゃん引退の方向間違いないし、これは笑いに変えたろうっていうね、このもう俺らが考えられへんような発想でこの事件を手の上で転がしてる。逆にまっちゃんが転がしてると思うわ、このツイッターで。で、この LINE は本物やわね。で、一番悪いのは小沢ね。小沢がアテンドした女の質が悪かったということですね。うん、で、これ、下最後に言うとこが、女の子の立場で、考えると、さっき言ったことがそうですわ。ね、やってしもたことに対して、その時は、強ぶって、ね、受け入れたような風にしてたけども、後から女の子はやっぱ傷ついたっていうことがある。ね、この経験僕があるから、やっぱりそこはちょっと組んだらなあかんなと思いますね。ただ、やっぱりこれ8年前を今更って言うと、そんなもん、なんぼでもあるやんか、僕らでもそうやんかね。昔やって、いろんなことやってきた人間がね、いやー、昔、時8年前すごい嫌やってんけどもね、ジャニーズが告発したから私も告発するわなんて言われたら、僕もなんぼでもあるわ、そんなっていう。あなたたちもあるんじゃないのということです。今日は長いこと喋ったね、ということですね。で、今日あたりまたなんか出たら面白いね。で、文春のデジタル版が水曜日に出んのかな。またこれも面白いなと思うけど、ちょっとまだ時間あるけどね。うん。で、なんか10日が X 星とか言ってるけれども、X 星慣れへんから10日には。まっちゃん手の上でこれ絶対楽しんでるよ。まっちゃん頑張れ。俺まっちゃん応援するわ。ね。はい、以上 JJ チャンネルです。チャンネル登録よろしく、そこの人ね。YouTube ってね、あいつ誰やったかな、探したら出てけへんよ。特に JJ チャンネルなんて山ほどあるからね。この JJ っていうのね、今すぐ登録してプチッと押しとけということでした。はい。今日はよく喋りました。以上 JJ チャンネルです。